その当時28歳だったんで、まさか自分がガンってなって、うん、はい、でもガンって正直なんかこうメディアっていうか治るもんだなと思ってたんで、そこまで対してショックは受けてはなかったんですけど、うん、なんかまあ病院の方もなんかこの病院じゃちょっと見てられないからっていうことで、はい、ちゃんと下のがんセンターの方の病院も紹介していただいて、うん、治療が始まる前まではもう自分ががん患者だっていう実感っていうのはそもそも全くなくて、はい、なんかまあ痛みとかそういうものも全くなかったんで、いざ入院ってなったらもう周りの方のがんの方とこう話した時にちょっとやっぱり、あ、自分はがんなんだっていうのを初めてそこでようやく実感して、でまあ病院いる時でもいろんな副作用とかいろいろあったんで、まあ、そういうことでなんかまあ徐々に受け入れつつも、やっぱり自分の中ではどこか納得できてないというか、まだ受け入れられてない自分がいて、でまあ退院してからはまあすごい情緒も不安定になってしまって、でもそういった時にこういったイベントの方とか患者会の方とかに参加させてもらって、まあ、そこでまあちょこちょこっと自分のことを、病気のことをこう受け入れてきて、まあ、すごい良かったなって、ちょっとまあ2年ほどかかりましたけど受け入れられるまで、でもまあ結果的にまあ今落ち込んだ分以上にこれから笑っていこうかなって、はい、子供や家族に対してはすごく優しくなれるっていうか、そのこう厳しくもなったんですけど、優しくもなったというか、その厳しくというのは、まあ、そのいつ自分がいなくなってもいいようにことを考えると、ちょっと厳しくしてしまう部分もやっぱりどうしてもあって、でもまあそういうのが最終的に自分が、まあ、もし万が一、まあ、考えたくはないですけど、死んだ後に、まあ、家族がお母さんが苦労しないようにっていうふうに考えて、まあ、ちょっと厳しくしたりとか、でもまあ厳しくするだけじゃなくて、まあ、子供との時間を大切にしたいなと思って、で、まあ、がんになってから車買ったんですよ。はい、これからもっとこう子供と出かける機会を増やしたいなと思って、ずっと会社付き合いとかそういうのばっかだったんで、あまり家族に関してはそこまで面倒見ていないというか、甘い考えだったなっていうのは思ってるんですけど、がんになってからはもうそういう飲み会もまあちょこちょこ参加しますけど、まあ、回数はもうだいぶかなり減って、もうすぐにもう仕事終わったらもうすぐ帰って、でもすぐ寝てみたいな、ご飯一緒に家族みんなで食べて一緒に寝るっていうのが今日課になっています。比較的若い年齢でなったので、まあ言えることなんですよ。若いからがんにならないっていうのは、そういった考えは僕自身も若い頃持っていたことだったんで、それがいざ自分に降りかかると、まあ若い時でもがんになるんだなって、だからまあ日々何か体になんかちょっとした違和感でもあったらすぐに病院を受診して、結果何もなかったらそれでいいと思いますし、悪かったら悪かったでまたその時治療方法、今まあネットですごいいろいろと調べられるし、まあネットだけじゃなくてもその病院だけじゃなくて、いろんなセカンドオピニオンとかいろいろ自分でいろいろと意見を聞いて、そこからまあ治療方法を選んでほしいなって。